平選手お疲れ様です。今週津江県金沢戦があります。まずは試合の意気込みをお願いします。ここ最近負けてないんで、次の金沢戦もしっかり勝って勝ち点3を取りたいと思います。平選手はセンターバックに加えて左サイドバックも、この前の試合では経験しましたが、左サイドバックはどうですか？いや、試合の途中から入ったんですけど、まあ、あんまり慣れないポジションだったんで、すごいチームに迷惑かけたと思うんですけど、でも勝ててよかったと思います。1試合、まあ、途中からですがやって、もっとこうすればよかったなみたいなことってありますか？監督からもっと上がれって言われてたので、もっと一発出して、もっとオーバーラップとかして、前線に厚みのできる、厚みのある攻撃をしたかったです。その金沢にはですね、昨年まで一緒にプレーしていた太田康介選手がいますが、最近は連絡とか取ってますか？シーズン始まる前に少しメールしました。実際にこう対戦相手として対戦する、もしかしたらセットプレーではマークにつくかもしれないという状況なんですが、どうでしょうか？康介さんはセットプレーでヘディング打点高いし得点力あるんで、相手にいたらすごい怖いなと思います。一方で逆に太田選手のもしかしたらともすれば弱点かなというところも知っていると思うんですけど、どうでしょうか？ディフェンス面では前にすごい強い面、後ろに対しては少し弱みがあるのかなと思うので、そこをうまくつければいいなと思います。平選手のフィードから裏を取るっていうのが見られるのかなと思うんですけど、どうでしょうか？そうですね、そういうプレーができるように頑張りたいです。この動画を見てですね、津江県金沢戦を見に行こうと言っていただけるお客さんもいると思うので、最後にファンサポーターの皆さんへメッセージをお願いします。次の試合も勝てるように、チーム全員で熱い気持ちを持って戦うんで、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。